はい、今年もですね、銃の一斉検査というのに行ってまいります。銃の所持者はですね、年に一回、警察署に行って、いろいろと尋問を受けなきゃいけません。それに行ってまいります。大体春の時期なんですよね。そして年号が変わってすぐなので、あるあるですが、検査の日時をね、令和31年です。何年後なんでしょうね、これ。30年後か。あるあるなミスをしてくれてますけど、まあこれは令和元年っていう意味なんだろうな。行ってまいります。はい。で、検査に必要なものはですね、こんな感じ。猟銃空気銃と、まあだから銃を持っていくんですね。あとは所持許可証に、弾を使った水筒棒みたいなやつと、まあ、射撃場行った時の領収書とかですね。あとは譲り受け許可証ですか。こういったものが必要です。火薬の無許可譲り受け証っていうのがありますけどね。まあ、これ、うちの自治体では警察署長出してくれないんですけど、猟友会に入ってたら実は受け取ることができます。まあ、これね、実はいろいろと問題を起こしておりまして、この無許可譲り受け証ね。この許可で、弾を購入した場合は1年で消費しなきゃいけないんですよ。で、消費しきれなくて、もう射撃場に行くのもめんどくさいっていう人がですね、弾を捨てるという事例が多発しております。まあ、うちの自治体でもよくありますね。はい。自作のルアーの泳ぎを見つつ、釣りに来ていたんですけれども、めんどくさいもん見つけちゃいましたね、これ。これわかりますか？散弾銃の実砲ですね。何発あるかな？1、2、3、4、5、20発ぐらいは見えますね。しかもね、これね、空じゃない。全部入ってます。まあ、いったな。これ警察呼ばなきゃいけないかな。びっくらこいた。これ捨てるこんなん。実砲ですね。見てください。これクリンプが残ってます、これ。ね、開いてない。まあ、ちょっと錆び方から見て、いつ捨てたのかはわかんないんですけどね。散弾銃の弾でございます。はい。はい。農業用水の、農業用水の、なんていうのかな、排水量の調節みたいなのをする施設があるんですけど、はい。田んぼに水入れたりするじゃないですか。で、それをこう調節するような場所があるんですけど、あれ、地図出てきませんかね。まあ、という問題が生じているんですが、まあ、その話はまたの機会にしましょうか。で、警察署に行ってですね、尋問を受けるんですけれども、まあ、いろいろなことを聞かれます。はい。まあ、それは受けてきた後にちょっと紹介しましょうか。まとめてきます。はい。はい。ということで、行ってまいりました。自分はもう何年目かなので、20分ぐらいで、終わりました。はい。これはね、初めての人とかだと、倍ぐらいかかる場合もどうやらあるようですね。はい。聞かれる内容としては、まず、事務的な内容、住所等の変更がないかとかいう、事柄を聞かれた後、人柄に関する事項ですね。例えば、ギャンブルを何かやっているかとか、お酒ですね、を飲むか、飲んだ時にはどうなるかとか、あとは、ご近所とのトラブルがないかとか、あとは恋愛関係ですね、のトラブルがないかとか、いうことを聞かれます。はい。あとは金銭関係ですね、借金です。借金がないかどうかっていうことも聞かれます。はい。まあ、借金がある場合は返済計画とかいろいろ聞かれるみたいです。はい。その他には、例えば団体の加入状況とかですかね、標的射撃で銃を持っている場合はどこかの団体に加入しているかとか、狩猟をやる場合には猟友会に加入しているかとか、そういったことを聞かれます。あとは家のそのガンロッカーとかの配置とかについてですね、変更がないかと、どういう状況になっているかっていうのを一応確認されます。あ、そうそう。持病があるかどうかですね。病気を持っているかどうかっていうのも、聞かれたりしましたね。で、一番おそらく警察が確認したがっているのは、銃の使用状況ですね。水筒棒、弾の水筒棒を持っていくんですけれども、どういうふうに使っているか、どのぐらいの実績があるかっていうのを確認されます。まあ、3年以上使っていないと眠り銃っていうのに当たるというふうに、見なされてしまって、取り上げまで、やられることがあるらしいですけれども、まあ、1年とか使ってなかったりすると、射撃場に行けということを、チクチク言われるということになります。はい。
まあ、その射撃場に行くにしてもですね、どこの射撃場に行ってるかとか、まあ、後で裏取るんですかね、どうだか分かりませんけれども、一応そういったことも聞かれます。はい。まあ、どうなんでしょうね。これらの項目に引っかかったら、面談の時間がどんどん伸びていくっていうことにおそらくなるとは思うんですが、まあ、それ以外では、まあ、どうでしょうね。まあ、さーっと話をしていたら20分ぐらいで本当に終わるんじゃないかなというふうな、気がします。で、あと忘れてました。銃の検査もされますね。銃に改造が施されていないかっていうことで、所持許可証に載っている銃のその全長とか、重心長とか、そういったものが変更がないかっていうのを確認されます。一番初めに銃を所持するときの手続きよりは、まあ、すでに銃を持っていますので、まあ、その試験というか、要件をクリアしたってことで、そこまで、厳しく追及されることは、ないんですけれども、まあ、やっぱり高齢の方とかですね、あとは何かこう危ない要素がある方っていうのはしつこくしつこく聞かれるようです。まあ、嫌がらせを受けるっていうんですかね、もう手放しなさいということを、チク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 言われるっていうことに、なるようですね。まあ、この面談の効果としてはですね、銃をなくしていないかっていうことですね、の確認、紛失していたりだとか盗まれていないかっていうのの確認を毎年しっかりやっていますよと、実物見ていますからね、そういう確認をしているのと、あとはその個人と話をしてみて、なんかこう怪しい状況になっていないかっていうのを確認しているっていうことだと思います。はい。まあ、銃の所持にはいろいろとその縛りがあるんですけれども、一番、悪用の枷として聞いているのはこれじゃないかなっていう気がしますね。毎年一回銃を確認されて、面談されると。実際そこで喋ったことどこまで裏取られているのか分かりませんけれども、それが、まあ、ある程度聞いてるんじゃないかなと思います。はい。まあ、いろいろある銃の手続きの中で個人的には唯一、まあ、これはあってもいいなと思う内容ですね。はい。まあ、それ以外にもね、これは無意味だろっていう手続きもいっぱいあるんですが、まあ、これはあってもいいのかなと思ってます。まあ、ちょっとニュースになりましたけどね、今期一斉検査の時に暴発事故がありましたんで、まあ、当然弾を入れていったら即取り上げでしょうね。はい。まあ、普通そんなことやらないと思うんですけど、まあ、実際暴発があったってことはそういう人も一定数いるんでしょうね。まあ、銃の一斉検査というんですけれども、まあ、それの手続きのご紹介でした。はい。ありがとうございました。